選挙区内で現金を配った疑いなどで自民党を離党し議員辞職願を提出した菅原一秀前経済産業大臣について菅総理は公明党の山口代表との会談でご迷惑をおかけしていますと陳謝しました。山口代表は説明責任を尽くす必要があると伝えました。菅原氏は明日の衆議院本会議で議員辞職が認められる見通しです。野党側は菅原氏が314万円のボーナスを受け取って辞職することについても批判しています。